サルフツ村にある遭難者慰霊碑インディギルカ号の遭難地に建てられていた日露路友好記念館。遭難時の資料が展示されていた。インディギルカ号は旧ソビエト連邦の可客船。1939年12月12日の未明、北海道サルフツ村浜鬼西別沖合で座礁、沈没。全長80メートル内外。船名は、 シベリア地方のインリギルカ川に由来、シベリアのマガダンからウラジオストクを目指している途中に暴風雨に巻き込まれ、宗谷岬の位置を見誤ったことから漂流、サルフツ村の浅瀬に座礁した。サルフツ村の住民が総出で救出活動にあたり、子供も含め429名の生存者を救出する者の,の700名以上が死亡したと思われる。 なぜか正確な乗客数を把握している乗組員は存在しなかった。また、先に救助された船長が船内にもう残る乗員はいないと述べたため、船内に取り残された乗客が多数犠牲になったという証言もある。当時、船長や乗客の説明では、乗客は漁期を終えた漁業者であり、カムチャツカ半島から引き上げてくる途中に、 遭難したというものであった。しかし、個々の乗客の蘇生や目的等、その詳細については明らかにされなかった。前述の船長による乗客の扱いも不審な部分であり、一方、事件を知ったソ連政府は、日本政府に対して、船体の所有権を放棄したばかりか遺体の収容は、不要、遺品の返還も、無用、という異例の連絡を行っている。 救助された乗組員らは、当月中に、小樽港から離日、ウラジオストクへ向け帰国していった。サルフツ村は、1971年に、オホーツク海に面した場所に、慰霊碑を混流するなど、事故後も手厚く遭難者の慰霊を行ってきた。ソ連当局は、慰霊碑の混流には協力したものの、冷戦時代につきものであった派手なプロパガンダはなく、 事故に対して比較的冷淡な姿勢を示したことは、長らく事故の詳細とともに、謎とされてきた。ソビエト連邦の崩壊後の1991年、歴史学者の原明野は、旧ソ連の公文書を紐解き、上院の多くが、コルイマ鉱山などのシベリア地方に点在していた、強制収容所からの送還者であり、 船自体が政治犯を呼び、家族の護送船であったとの説を発表している。記念碑の一前期の通り、1971年に、道の駅サルフツ公園近くの海岸に記念碑が、建立された。費用は、寄付によって賄われ、土台は、当時のソ連政府から寄贈された、シベリア産の石材である。道の駅サルフツ公園の敷地には、 事件の資料などを展示した日祖有効記念館が1972年にオープンしたが施設の老朽化を理由に2011年に閉鎖解体された。展示されていた資料の一部は道の駅猿仏公園の管理棟内に展示されていたが2021年8月時点では非公開となっている。後に ソ連の宇宙開発の第一人者となるセルゲイ・コロリョフは、コルイマ鉱山のセボストラクに収監中、最新の知らせを受けて、モスクワに出頭するためマガダンからこのインディギルカ号に乗船する予定だったが、コルイマからマガダンにコロリョフが到着した時にはすでにインディギルカ号が満員だったため乗船を見送り、難を逃れたという逸話がある。 インディギル化合沈没事故に関するカテゴリー、ありがとうございます。